舐められてるとも思う。そんな申し出、本来やったら断るべきなんやろなとも思う。ただやからこそ受けよう。このぐらいの問題、このぐらいのテレビの企画、これを乗り越えられずして何が書道家や、何が天才や。まあ簡単や。え？簡単や。そういうルールなんやろ。簡単や。そもそもな、人間が書いた書と AI が書いた書、見分けられへんはずがない。2枚の書のうちどちらが人間でどちらが AI か見抜く、これほど簡単な問題ないわ。出してみ。三蔵で交互に。ひょっぴーひょっぴーくてお前